オーケー、いいぞ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 、うまい、すごい冷静やぞ俺今回。なんか日本のお化けみたいなやついるけど日本のお化けみたいなやついた今。さあ今回もザ・ラストオブアスの実況を開始していくわけですが、まあちょっとね時間が遅いんで、ちょっと静かめにやっていきたいと思いました。地下水路、どうもこんにちは、自転車会社です。この辺を探してみよう、何か見つかるかも。ドキドキした、大丈夫？ああ通信塔を探そう。そんなことより朝日に照らされる俺かっこやろ。行っちゃった行っちゃったみんな普通に行っちゃった。さあ行くか。ねえ、あのボートに何かあるんじゃない？いやいや、むしろ俺らがお前らのことを信用できるかどうかやけどな。盗み聞きしてやる、盗み聞きしてやるぞお前ら。俺が後ろにいるとは知らずに勝手に俺らのこと疑いやがって、ふざけんなよこの野郎、間に入れろや。おい気をつけろよ。いやでっけえし声。分かってるさ。エリー、何やボート、ボート、ボートがあったっつってた。エリーどこ？ああもう行ってるわ。いや無理やろ、あのボート確実に無理やろ、動いたとしても漁船やろ。さあ行こう行こう。地下水路っつってたからな今回は。なんかあこれが水をたどっていって、まあ、地下水路にこう入っていこうぜみたいな。ああ明らかになんか地下水路っぽい雰囲気出てるわもう。やっぱ水が綺麗やなこのゲーム、水がすごい綺麗。いやーこれなんか YouTube に動画アップするときやっぱ画質が若干落ちちゃうからさ、いやーみんなにこの水の綺麗さを見ても頭をシャンプーできるぐらい、こうやってなんかもう自然の大自然シャンプーみたいな雰囲気の遊びができるぐらい綺麗この水。よし開けちゃう、これ開けちゃうか。さあ頑張れサム、お前ならできる。サムやったっけ？なんかサムっていう名前がふっと出てきたけど、お前サムやったっけ？よしやろう。空、空、ホラーじゃなくて空。よし行け。お前ら大自然シャンプーするなよ。ちゃんとはさっさと行けよ。いいぞ。おい大丈夫か一人でお前。オッケーさあ来い来い来い。オッケー。空、空。さあこっからライトが必須ですね。ポチッとな。おい、言われなくてもよかったですよ、兄さん。おう、分かってるぜ。すげえ。わあ、なんかもうほんまに画質綺麗。何これ ?8 メーター?これ8メーターってことやな。つまり今、ジョエルの身長は5メーターってことかな。あ、すげえ。巨人の話やったんか、これ。これそういうことじゃない?これメーターやんな。大丈夫?これ、ジョエル5メーターあるけど大丈夫かな?よし。あ、何これ聞き耳立てちゃうけ?すげえ、超綺麗。何これ。あ、俺あえてこっちに行きたいんやけど無理。あ、いけるいけるいける、行っちゃいます。いや、そうそう、俺なんか注意されてん、視聴者さんに。なんか自転車さん弾薬全然足りないみたいな言ってますけど、あなた探索不足なだけで弾薬とかあり余るぐらいありますからみたいな感じで、なんかすげえ小バカにされたんで、弾薬をねこうやってこういう風に回収していきながらねやっていきたいと思いますよ。まぁ、ちょっと時間はかかるかもしれんけど、じゃあ行くぜ。探索をおろそかにしない実況プレイやっていきます。あ、オッケーオッケーオッケー。そうね、二手に分かれた方がね探索範囲も広がるしね。別にな、決して仲が悪いわけではない。しょうがない、駅かな。駅か、地下水路言うてるそばから駅かなっていう謎の疑問をぶつけ出す。なんかいる。あ、こっち行けるかな。そう、こういうところね、いや開くんだ、これが実は開くんです。探索をおろそかにしてはいけませんよ。さあ、お、こっちから行けちゃうんじゃないこれ。おー、エリー行ってこい。入ってドアを開けられるよ。オッケー、サンキュー。さあ、お前なら入れる。おい、さすがチビ、いけいけ。
俺ならたとえ入れたとしてもこんな臭そうなところ入りたくないけどな。よし、いいぞこれ。今回ちょっと探索が順調に進んでんちゃう。俺ね、は結構せっかちやからね、もうサキサキ行きたいんよ。やけど、じゃあ、おいじゃん、すげえ、びっくりしました。はい、ありがとう。弾薬は？俺弾薬を探しに来てるぞ。弾薬がないな。おっしゃー、弾薬ゲッツ。下水道のメモ。まあトミーに会ったよな。やってて懐かしのトミー、20年前に会ったきりやからな。ちょ、地下水路のメモ見る？見ちゃう？ペッ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 ペーン、違うわ。めっちゃメモあるやん。あ、これこれこれ、詳細を見る。何ヶ月か経ったが、世界は最悪の状況やまっしぐらだ。どこへ行っても感染者や生存者たちに殺されそうになる。人類は食物連鎖の中に戻ったってわけさ。こんなに長く生き延びていられるのが不思議なぐらいだ。下水道は安全だ。出入り口が限られてる。誰かが入り込んだら迷わせてやる。俺は力がないが自慢の足がある。しばらくの間、地上の世界が落ち着くまでここで耐えるしかないみたいだ。下水道のモグラ男にでもなっちまうのか。うまくいきますように。イシュ。はーい、超イケメンボイスで読んでみました。さあ行きましょう。つまりまあこの下水道の中に誰かがいるってことやろ。で、俺らは侵入者とみなされてるわけが。なんか迷わせてやるみたいなこと言ってたから、多分お前そんなうまいこといかんで。迷うで俺ら、迷うぞ絶対。だって迷わせてやるプンプンみたいな感じの文章書いて、うえやー、いやー、何これ、へへ、なんじゃあれ、うわ、何あれ、ゴキブリとかいう次元のやつじゃないな。だって壁の中に吸い込まれていったもん。すげえ、なんか綺麗やな。汚いけど綺麗やな。出たいんか俺らは。そこから出るんはなかなか厳しめやぞ。僕泳げないんだ。いや、お前ら似てるな。お前ら仲良しかよ、マジで。結婚しろ早く。こいつらのちょっと眩しがり方見てみるか。どうやって渡る？ボリ険しいし顔。ちょ、こっち見て。こっち見て。おい、レールがあるぞ。ほっ。これ動くんじゃないか。この子供全然眩しがらへん。目細いからかな。ねえ、発電機だ。オッケーオッケー、行ってきまーす。あ、もういいよいいね。発電機って、それ発電してこいってことやろ。まったく皆さん人使いが荒いですわ、本当に。届かない。どれ、え、なになに、え、お、あ、ダメか。まあ発電機があれば多分自動でああいうのも動いてくれるんやろう。こういう時はね、なんかイカダみたいなのがあるはずなんよ、どっかに。絶対でもないな。潜る？あ、なんかある、なんかある。ほらほら、来た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 。今日はね、俺ちょっと冷静沈着にやってるんで、割とこうサクサク進みまして。ヘンリー、回してみろ、回してみろ。あ、お前ヘンリーやったか。ごめん、勝手にサムやと思ってたわ。でもお前がたとえヘンリーであろうって俺はサムと呼び続けるけど、だってお前めっちゃサムみたいな顔してんもん。よし、動いた。ああ、なるほど、行ってきます。じゃあなんかクリッカイさやな。さ、せっかく弾薬もゲットしたことやし、まあ3発やけども、よしよし行くぞ。充電も OK。あ、こっちなんかあるな。よーし、いいぞいいぞ。やっぱこういうね、探索をおろそかにしてはいけません。しかし持てません、これ以上。俺が欲しいのはこういう弾薬じゃないね。ハンドガンの弾薬が欲しいよね。まあとりあえず先々行きましょう、行きましょう。ほっ、よっと。あ、ほんでこれを使ってなんかおるで、おるで、おるおる、なんかおる、なんかおる、なんかおるって。しっ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 、静かに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 。
おお、なるほどね。しかし僕は怖くない、たとえ一人でもね。今思いっきり喋ったけどな。怖くない、怖くない、自分に言い聞かせる。怖くない、だってこいつら音にしか反応しないからさ。オッケー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 、いいぞ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 。探索ってこういうことか。音がしそうなもんないかな。ここでカランコロンとか言わしてもうたらもうおしまいやからな。ちなみに俺ナイフある？あ、ナイフあるある。オッケー、いいぞ。今回もすげえ順調で、あとね、工作をおろそかにしちゃいけないよみたいなのもすげえ言われたんで、ちょっとちょくちょくね工作していきます。物々交換のメモもちょっと読むか。これメモとかもちゃんと読みながら行こう。当たり前やけど当たり前やけど、メモ読みます。ちょっと今回ねすげえゆっくりゆっくりやってるけど、ちゃんとね丁寧にやっていこう。ほい、詳細を見る。昨日人に会った出会い頭に打ってこないなんて驚いた。物資の交換に応じてくれて好意的だった。子供もいたためひどく怯えているようだったが、この場所のことを教えようかと思った。でももしあの人たちも他の奴らと同じだったら、いや一人で生き残ったってつまらんジョークに笑ってくれる人がいなければ。また一種のこれメモや、一種めっちゃ書くやんメモ。いなければ意味なんてない。明日彼らを探しに行く、一緒にここに住んでくれるか聞いてみよう。二人組ってことはサムのことじゃん。サムのことじゃないかな。イシュはじゃあなんかすごいいいやつっぽいな、今の文章を見る限り。ふぇい、ビビらせやがってこんにゃろう。ふざけんなよマジで。ちょっとじゃあ工作します。僕爆弾ちょっと欲しいな。オッケー、まあこれだけでいいか。あと治療キットが作れるようになったら治療キットをちょっと作ろう。よし、さあ、もん持ってきたで。お前なんやねそのもう定番のやつみたいな、お決まりのやつ出てきたみたいな、なんやねそれ。俺がせっかく七こうやって見つけてきたってのに。なんだお前、なんかもっと豪華客船が良かった。だろ。またお前そんな忍びみたいな乗り方して憧れてんの忍者に、すげえな。やってみる。はい、ちょっと録画が切れちゃいましたが、構わずやっていきたいと思います。俺も上がるか。やった、オッケーオッケー。でこれ発電すること、なんかヤバめの音した。え、ダメだと思った。いや、ダメだと思ったのに行けたってことか。何その面白な、何その面白そうな乗り物。俺も乗りてえそれ。めっちゃ乗りたいんやけど。で俺こっから上がれないんやけど。え、なんで見てんのお前。ちょ俺も上がりたいやん。え早く低下して。そう。お前何？おい、そろそろ行くぞ。あ、オッケー。お前らすげえな。驚いたぜ。せやろ。でしょ。私たちプロだから。何のプロか分からんけどな。イカダ運びのプロ。ダサ。イカダ運びのプロとかダサすぎやろ。何誇らしげに言うてんねんお前。水があったら浴びたくなる。よし、弾薬ゲットしよう。いやー、めっちゃあるやん、やっぱり。やっぱ探索をおろそかにしちゃいけないね、これマジで。めっちゃあるやん、やばい。いや、みんなはこうグダグダ動画になって思んないかもしれんけど、俺はそんなこと知らん。俺はもうこのゲームで生き延びるために俺このゲームやってんねんから。さあやっていきます。今日はちょっとね長めの動画になるかもな。あ、仕掛けや、絶対仕掛けや。なるほどね。だから人がいるってことやろ。まだ住んでるで絶対。イシュやって、イシュ。誰が住んでたんだ。イシュ。ここが安全だったって。
あ、すげえラジオがある。え、なにこれ。おお、なんかすげえかっこいいの見つけた。やば、なにこれ、絶対強いやん。ミニショットガン。バレてねえな。よしよし、バレてねえな。俺が取ったことバレてねえな。しれっと自分のものにしたからな。何も言わず。いいね。いいね。よし、こいつらでちょっと試してみるか。あかんわ、今音鳴らしてあかんわ。告白？あ、開いてまうわ。あ、何、お前らもこっちに来たやん。気をつけろ。バーン、こいつを試す時だ。あい、強いぜ。さあどうかな、お前たち。俺は今最強だ。なぜならミニショットガンをゲットしたからな。さあ来い。俺がじゃあクリッカーをやるわ。なぜなら俺がミニショットガンをゲットしたからな。クリッカー、お前なんか弱いぜ。なぜならミニショットガンをゲットしたからな。いやいや、ミニショットガンの弾ゲットした。ミニショットガンを言いたいだけの人みたいになってるけど、大丈夫か。お前ちょっとミニショットガン持ってないから。ちょっと待てよ。いくら俺がミニショットガン持ってるからって。ここにいた人がどうなったか分かった。診断か。クリッカーってことは感染してから長い。まあ確かに。とにかく進もう。これ以上いないことを祈るしかない。オッケー。お前たちはそっちに住みたいんかな。どっちに住みたいん。俺ちょっとこっち探検してきていい。行きましょう。ミニショットガンの弾がどんどん溜まっていく。でもミニショットガンよりやっぱさ、あ、待って、あ、くそ、じゃあ俺ミニショットガンじゃなくてこれをリボル、いや待てよ、リボルバー今弾がないから、リボルバーの弾を貯めるためにこいつを常備していこう。そっちに行くん。俺こっち気になんねんけど。よーし、行くか。じゃあもうちょっとだけ進んで終わりにしまーす。 GO！ どっちや。こういう時はあの必殺ジョエルルーレットでも使うか。グイーン。でもちょっと高すぎる。他にも出口はある。ペーン。こっちやな。ほら。ほら。こっちやな。よし、行きましょう。ジョエルルーレットも当てにならんわ。あったか。え、嘘、マジで。大丈夫。なるほど、こういうペアもまあありっちゃありやな。エンリ、持ち上げてみよう。いや無理でしょ。てか後ろ危なそう。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 そうか。俺4回くらい言うたで。いつもと同じだ。クリッカーだ。何？おい、これ動かせねえぞ。よし、向こうから行け、向こうから行け。サム、離れるなよ。あ、サム、こっちか、こっちがサムか。ジョエ、頼むぞ。行け。じゃあお前はヘンリーや。ちゃうわ、お前がヘンリーでこいつのこと俺はジュニアって呼ぶわ。え、めっちゃクリッカー、俺やば。え、数半端なくない。逆に音立てておびき寄せるっていうのもありやったと思うけどな。心配ない。心配ない、ジュニア。分かってる。分かってんのか。さすが、信頼関係が成り立ってるな。ここを出る方法を探そう。よし、じゃあとりあえず今回は一旦これで終わりにしたいと思います。なんかほぼほぼ進展してないけど、やっぱもうちょっとやろう。やっぱもうちょっとやろう。ほぼほぼ進展してないからもうちょっとやろう。後ろにいろ。俺が走ったら走れ。あ、もう弾ないやん。何、どれ、あれか、俺が走ったら走れね。じゃあ走るってことかな。じゃあ走りまーす。ちゃうやん、ちゃうやん、ちゃうやん。お前が走る言うから走ったんですやん。オッケー、うまいぞ。オッケー、いいぞいいぞ、冷静に対処してるぞ。オッケー、いいぞ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 、うまい、すごい冷静やぞ俺今回。
なんか日本のお化けみたいなやついるけど日本のお化けみたいなやついた今。よしちょっとじゃあお水に行くか。よしいいぞ。いない。よしいいぞ。よし行こう。急げ。お前音立てたな。でけえ音立ったな。よしとりあえず一旦まあセーフティーゾーンまで来たから。来たよな。来てないかな。エリーかな。エリーやろ。あの暴言は確実にエリーやろ。ジャイル2人だ。3何どうしたどうした。止まったあかんの。オッケー了解。行くぜ行くぜ。俺は止まらねえ。オッケーオッケー。まあさっき見た感じもすっげえ数多かったからな。あいこのパターンよく見るわ。エリーそのドアから離れろ。そこそこ行け。じゃあ俺も押す押す押す。早く安全地帯に行きたいな。サムが来たよ。なんだとなんだとじゃないよ。大正解やろ。いや何をしてるってあっき見れば分かるやろお前。俺がいち早くそこに行けって言ったやんけ。みんな上だ。さあ早く。オッケーオッケーオッケー。行こう行こう。とりあえず今は探索なんかしてる場合じゃない。いち早く逃げてあいつらを置き去りにするぐらいの勢いで逃げないと危ない。あこっちはいい。ほっ。よしいいぞ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 。最後行こう。手伝ってるようでただただこいつらに暴力を振るってるだけ。窓から出られる。え、マジか。お前あんなとこ通れんの。向こうから開けてくれ。オッケー、じゃあ見張ってきます。オッケー、じゃあちょっと満を持してショットガンを使うか。ちょっと間違えた。敵かと思ったらサムやった。ほっほっほっ。とりあえずこういうクソザコたちにはバットで対応してクリッカーが来た時に銃を使うと。オッケー、それで行こう。間違えた。あばよ。あれマジか。ほっ。大丈夫か。はいよ。ちょリロードするからカバーしてくれ。リローディングカバーミー。よし頑張れ頑張れ。多いな数が。開いた。オーケー行こう行こう行こう。いやちょっと弾を無駄にしてしまったな。あんまり使いたくなかったけど。空気だ。空気はさっきからあったけど。見てよ。もう私をからかってるの。警告なんて恐れいる。通信塔はどこだ。そのサミューはどこ行ったやろな。サミューというかこん中で暮らしてたやつ。俺また絶対生きてると思うんだけど。今後出てきそうな雰囲気あるけどな。よし、まあ、とりあえず今回ちょっと長くなっちゃったから一旦ここで終わるか。まあ、次回からちょっとこんな感じで探索もやりつつワンパート30分弱ぐらいでやっていきたいと思うんで。まあ、あのね、さよなら。じゃあバイバイ。